ムラスポライドライフォーフォー乗ってね今日のゲストは原田正臣さんです。はい、どうもお願いします。原田正臣です。いやー、ほんと喋ることないよね。ないんですかそうか、でもなんか俺去年さ、なんかあのノーマターとかで正臣が、はい、あの雪板とか作ってて、はい、そっちで頑張っていくのかなと思ったら、なんかその後の音沙汰もあんまり聞かない感じだったの。あれ今あれどうなの。今散歩中なんですよね散歩中というか、まず俺自身が楽しんで、うん、もっと知ってからじゃないとダメなのかなって思ったりとか。雪板自体を、はい、あ、もっともっともっとやり込んで、ちょっとやり込んだりして、うん、作っていってから、うん、でも遅くないのかなと思って。なるほどね、はい、ちなみに、はい、今年ライダーと誰かやった。今年ライダーとシーズン始め中井と、うんうん、まあでもスノスケだったんですけど、それは聞いたじゃなくて。そうか、スノスケブームなんか来そうで来ないっていうか、まあじわじわは来てるんだろうけど、はい、やっぱ滑れるゲレンデが少ないので。そうなんだよね、はい、北広のダイナスティはできるからちょこちょこ見るんだよね。あ、そうなんですね、うん、うん、キッカー飛んでるスノスケとかいるもん。スモールとビッグあってビッグ飛んでランディングとかしてるのリフトから見てたら、もう誰も知らないやつなんだけどめっちゃテンション上がってイエーイとか言っちゃったけど全然知らない人に。ジャンプ怖くない？ジャンプも全部怖いですよね。全部怖いけど全部面白いっていうか、ターンしててもただ立って滑走してるだけでも面白いし。ミドルぐらいのやつが面白かったの。あ、そうなんですね。なんかショート難しかった、ちょっと、うんうん、なんていうの足がブルブルしちゃうのこれ。あ、いつもじゃないですか違いますここだから、ここだからこっから今日出るなって言われないから。そうなんですね。ここですか もし流せるものが何かあるんであれば、はい、権利関係問題ないような。あ、はいはい、自分で撮ってます。はい、うん、あ、なんかそれ振っていただけると後ろに流せるので。うん、じゃあ流せる映像とかも撮ってんのダイレクトっすね、だいぶドストレートに流せる映像ですか。承諾を得た映像。そうそう、でも自分らでも撮ってんだよねそうですね、まあ、自分ら、まあ、僕が、まあ、SNS の、あのインスタのアカウントで、うん、ノースタイル7っていうのをちょっと緩めに2年前から始めてて、うんうん、ノースタイル7、ノースタイル7、うん、でその2年前っていうのはちょうど雪板を作って始めようと思った時がきっかけだったんですけど、まあ、そこでもともとセブンサムライで DVD ずっと作ってたんで、その流れの延長で自分の露出する場所を作りたいなと思って、じゃあ今年ちなみに撮った映像って何個かあるんだよね。はい、で今年は、うん、まあ、秋山陽介とか、うんうん、あと藤本博文とか、うんうんうん、まあ、村上文幸とかと滑ったりしてたりして、うんうんうん、秋山陽介いいね。いい動きしてますよね。いい、なんか昔からなんか人と違うの持ってるけどさらにいいよね、うん、こけないよね。こけないし、うん、運動神経いい動きしてますよね、松井さんにはない。あ、違いましたね。今日はすごいバトルになりそうなんだけど、なんか大丈夫かな大丈夫です大丈夫です。あ、文雄なんてなんかあったんじゃない。ない、文雄はとりあえず、うん、文雄の撮影行った時なんか必ずやらかすイメージあるんだよね、俺いつも。まずマイペースっすよね、うん、もう俳句は遅いし。そうだ、いきなりもう天気悪くなってきて雪も悪くなったなって時にスイッチ入ってなまら滑り始めたりとか、もうちょっと早く動いてれば天気良かったんじゃねえのかとかよくあるんですけど。わかる。残念ながらスノーボードなまらうまいんですよ。いや、そうだね、そうだね、わかる。だからちょっとリスペクトしてる部分がでかくて。膝もいいしね、足脚力がすごいっていうか板さばきが、うんうん、
形がかっこいいよね。そうですね、形かっこよく板の踏み方がとてもうまいっていうか、その辺のトップライダーは多分うまいのかなって。じゃあ今シーズンは結構その自分のスノーボードってうまくやれてたの？仕事が休みの日に滑りに行くんで、まあ、その時のタイミングで、まあ、集まれるライダーの人たちと、天気と雪の状況によるんですけど、メインの仕事を、なんだっけ、整体、ボディケアです。ボディケア、はい、いや俺さ、今シーズンちょっとここ1ヶ月ぐらい前からなんだけど、足の親指の裏がしびれ出して、一切治らなくて、なんか腱鞘炎じゃないかみたいな感じになって、足の親指の裏の、で今もずっと変な感じなんだけど、それなんかボディケア的に治す方法あんの？それは僕のお店来てくるのしっかりとやってもらえる、緩めて、はい、緩める、緩めます、はい、でもねまだ何かは分かってないのよ、原因が。癖で指力入ってるとかないんですか、日頃喋ってなんかうわ滑ったって言った時に指キュッてやっちゃう。ああ、それが蓄積されていたりとかありますか？それか、そんな滑ってんのそんな滑っちゃったの、滑りすぎっす、滑りすぎてギュッてやりすぎ、山でも滑って遠くでも滑ってギュッて、あ、大変ですね。そういうことかそれか、バカ野郎じゃあ思い残すことないですか、なんかこれだけは伝えておきたいっていうことないですか？まあ、もうシーズン春になってしまったんですけど、来シーズンに向けてちょっとこう雪板だったりスノーボードを使って、まあ、自分自身を表現できるようにしたいなって思ってます。かっこよすぎるもうなんか違ういつもの技を見て、じゃあ来シーズンも自分の表現できるように頑張っていきましょうか、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ以上原田正臣さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。紫スポーツ札幌パルコ店のオープンを記念して、4月23日のオープンから3日間、ムラポアプリ会員限定で店内商品表示価格からさらに 10% オフになります。めちゃめちゃお得ですよね、さらに LINE 登録してる人には LINE クーポン500円分プレゼント、お買い上げのお客さんには購入後に使えるムラポ 10% クーポンをプレゼント。こちらはオープンから5月9日まで続きます。さらにさらにお買い上げのお客様全員にマフラータオルをプレゼントします、こちらは数に限りがあるのでお早めに行ってください、紫スポーツパルコ店4月23日オープン、ぜひお店に遊びに来てください。